鳥津は愛媛県西和郡伊方町にある集落。佐田崎半島のほぼ中央に位置し、2005年に合併する以前の旧伊方町域に属する。江戸時代末期から1867年に開拓された漁業集落である。鳥津も一応聖徳久田岬崎半島のほぼ中部の伊予灘川に面した集落であり、三脚が海に迫り、平地に乏しいという特徴がある。 上海川と比べ日照時間が短い上に、冬の季節風と夏の台風時の嵐が激しく、柑橘園の防風林の育成さえ困難という、土地柄のために柑橘化が進まず、零細漁業を営む集落として発展してきた経緯がある。二見河浦の鳥居芋市が、文久元年に、都立地区に訪れた際、あまりの魚の多さに驚き、試しにかやを網代わりにして引いたことにヒントを得て、 イワシの大網漁を思いついた。資材を投じて、鳩の築造に取り掛かり、慶応2年に、これが完成。八回にも及ぶ、築造の末にようやく鳩が完成し、それ以後、都立地区は、イワシ漁の根拠地となった。二見が裏から通う生活を続けていたものの、慶応3年に転居を決意し、他の人々も、おいおいこれに従ったため新たな集落が形成された。都立は、 安政二年二目が浦の人取りつも市市住居セルに、始まることは文書または、古老の伝えるところである。宇和島藩長の軍部業を浦方役所で作成された、安政三年浦浦岩市編前あじろか改め町によれば、名義人がも市のあじろは二つある。時期、場所、種類、名義人慶応二年九月本浦岩市。 新矢城一条萌一慶応4年4月上波萌一城萌一、都立という地名の由来については記録が残されてないため正確なことは不明であるが、宇和島藩町の軍部業裏方役所で作成された安政三年裏裏岩市網前矢城か改め町によれば、ただし安政三年9月、A 出筆上派大都立安政三年9月、 カメサブロゼンアジロアイワタシのところの振り返願い、でドの前々アジロ相渡しこのアジロ用アジロ小生、とある。アジロは、海の小技であると言われているように、アジロ名がそのまま地名になった例もあるため、大都立アジロから、都立という地名が命名されたのではないか。都立という地名は、愛媛県以外に、福岡県及び、香川県に存在していたことがわかっている。広志伝。 白布都市、博多伝とも書く。また、岩木府、霊贅津、都立などの遺書を持つ。中国の支書では、博大、花朝日島、八角島などとも表記される。坂井出市坂井出町の一部。明治中期頃、坂井出市内を東西に横断する道のほか、海岸に沿っても並行して東西に通る道ができた。東から、都立、海岸町、明神町である。 その他室町時代中期に活躍した前奏、歌人である万里修句が書き記したバイカム人蔵注釈には以下のような記述がある。み味川県庁、字は、誘う。すなわち、岩木の人なり。その境に、取り継り。十理の松あり。税を捨ててどんずうし、尻尾を見、学ぶくわうを尋ね、かつ、また、薫を、ほら状の宗師に尋ね。 止め止めすること、およそ十遊像切り。愛美の大衆、仮釣り閣下の幕府におうらいす。今、日生の日に及んで、閣下、あまりを得し、引く案の新曲を作られめて言う。通尺、本名を玄彫、字を、誘うというが、この方は、博多の人である。その地には、都立というところがあり、また、十里の松もある。こうした名称の地を捨てて、関東に留学し、 富士を眺め、学校を訪ね、また総当州の構想の下に法を学び、およそ十三年間、泊まった。そして、相模の国主で、上杉定政閣下の本拠に往来していた。今、西の故郷に帰るにあたり、上杉閣下は私に命じて、新しく送別の市を作らせた次第である。伊方町の伊予田川の集落は、江戸時代末期に、 上海側川集落からの移住者によって作られた集落が多く、親村と小村の関係にある。旧朝越の東隣のイカタエツ漁港は小規模な漁港で、兼業の釣りや採送、差し網などの漁家である。東隣の都立、大勢は現在、上海側川集落と町見漁業共同組合を構成している。都立は海岸のわずかな磯浜に続く。 必ずジュタに斜面に立地する集落である。都立漁港が開拓されてからは、宇和島藩が推奨していた岩志網が中心であったが、現在では差し網、小型底引き網が中心である。都立開拓120年にあたる昭和60年6月、都立開拓の先駆者として、その遺徳を忍び聖徳碑が建てられた。ありがとうございます。